Dinner. J-Wave Innovation World Podcast Life Update.J-WAVE イノベーションワールドエラー、後藤正文がナビゲートしています。ここからはライフアップデート、ノンジャンル、ノンカテゴリーでイノベーションの最前線にインサイトします。今回アップデートするのは、豊かな暮らしをデザインする情報プラットフォームです。はい、今やね、あらゆる場面で、まあ、情報がね、やり取りされていて、まあ、その情報をもとに社会のリデザインがね、行われています。はい、EC サイトとかでね、みんな買い物すると思いますけれども、自分の好みに合った商品がレコメンドされたりするのがね、まあ、一般的スタンダードになった一方で、この情報の正しい収集が求められている時代にもなりました。はい、今回はその新しい情報プラットフォームとしての話題のサービスから、情報社会の豊かな暮らしをアップデートしていきたいなと思います。そのアプローチがね、ユニークな、サービスのちょっとね、それ紹介していただいて、そのサイト見たんですけど、まだアプリは入れてないんですけど、キーワードはね、不満なんですよね。はい、というわけでですね、今回はですね、その AI を活用した新しい情報のプラットフォームを構築するインサイトテックの代表、伊藤智弘さんをお迎えしました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、僕は、ね、不満買取センターの、はい、アプリのページとか見せていただいて、そのすごい、なんていうんですかねもう完全には飲み込めてないんですけど、はい、こうみんながこう不満を寄せることが、なんていうんだろう、その社会の改善にもつながりつつ、その不満をつぶやけばつぶやくほどポイントがたまって、商品券もらえるみたいなサービスがすごく不思議だなと思って、眺めていたんですけれども、はいはい、この不満買取センターについてちょっと お教え願えますでしょうか。はい、わかりました。はい、不満買取センターはですね、あなたの不満買取りますという、そのままをコンセプトにしたサービスになっております。はい、まあ、このアプリからですね、はい、心を感じた不満も何でもいいので投稿していただきますと、うん、はい、これをですね、我々の AI が査定をいたしまして、うん、ポイントをですね、応募した、というようなサービスです。はい、まさに不満の気持ちを買い取っているサービスになります。現在の会員が51万人おりまして、累積でですね、2000万件ほどの不満のビッグデータすでに集まってきております。その不満のデータっていうのは、はい、どういうふうに活用されるんですか。はい、私どもがですね、集まった声を AI で解析をいたしまして、人の深層心理、はい、いわゆるインサイトをあぶり出すような形で、うん、企業さんのですね、商品開発ですとかマーケティングのお手伝いに、うん、活用させていただいております。いや、じゃあ例えば、いや、なんかもう掃除機のあの機能腹立つわみたいなのとかがいっぱい集まってきたら、それを掃除機のメーカーさんが利用するみたいな。そうですね、私どもの不満というのがネガティブというよりはですね、うん、その裏側にイノベーションの種が隠れてるんだろうというふうに思っておりますので、うん、そういった人々の思いです、改善というよりは新しい価値みたいなものを不満から生み出したいなと、そんな思いでサービス運営させていただいております。なるほどね。なんかすごくいいなと思うのは、まあ、簡単に言うと SNS ってなんていうんですかね、その不満の吐き溜めみたいになってるじゃないですか。簡単に言うと、ミナンのルサンチマみたいのが集まってきて、もう煮詰まってこじれ上がっていくみたいな、さらに分断していくみたいな感じが僕は受けてるんですけど、はい、確かに。でもその不満買取センターみたいなところが、それをなんかごっそり買い取ってさらにこうポジティブな、なんかこう変換というか、新しさの種みたいのを見つけてくれるんだったら、だいぶいいですよね。なんかやっぱり SNS で言ってしまうと、うん、まあ、少しこう、負の拡散みたいなことが起こってしまうっていう、はいはい、少しモヤモヤもありますし、うんうん、いったところで届くのかなみたいな気持ちもあるんだと思うんですね。はいはいはい、でそこで我々不満買取センターが、まあ、橋渡し役になることによって、うんうん、まあ、不満買取センターによるとすっきりするというようなところに加えて、はい、まあ、その先の企業ですとか、うんうん、社会に届けてくれる気がするというような、少しポジティブな気持ちで皆さん参加いただいています。ああ、いや、そうですよね。確かにね、みんなもうツイッターとかやめて、そこに行って不満を書けばいいのにって気もしますね。そうですね、ユーザーの方の、うん、まあ、不満を見てると、こちらのほど、こちらで言った方がなんか社会の役に立ってる気がするというような声もたくさんいただいております。確かに、確かにそれ僕思いました。もう僕も使おうかなと思いましたよ。なんか半ばいつもなんか、まあ、なるべくね、愚痴、変な愚痴はこう
人前ではこう書きつづったりしないように心がけてますけど、でもなんか例えばそれは企業さんとかだけじゃなくて、こうなんか例えば政策とかにこう変換されていくような仕組みっていうのも考えられてたりはするんですか？そうですね、我々不満買取センターの何でもいいので不満を言ってくださいということで集めておりますので、はい、もちろん商品、サービスに対する不満だけではなくてですね、日頃の日常の中で感じるちょっとした社会課題につながるような声もたくさん集まっております、うん、例えば教育の問題ですとか、うんうんうん、介護の問題みたいなところというのは、はいはい、企業だけでは解決できないという限界がありますので、私ども自治体の皆さんですとか政治家の皆さんと少しコラボして、うんうん、政策立案に使っていただくようなお手伝いもさせていただいています。いや、それいいですよね。それだったらもうちゃんと切実なこと書きたいですよね。そうですね、やっぱり社会を良くしていくお手伝いができればというふうにも思っております、うんうん、なんとなくこれまでにその不満買取センターを、まあ、運営してきてる中で、これはちょっとなんだろう、その不満の中からいい、なんていうの、新しい何かを導けたなみたいな、一つのロールモデルみたいなものってありますか？そうですね、例えばどんな声が集まっているかというお話で申し上げますと、はいはい、例えばなんですけど、外出中に粉ミルクを溶かすお湯がないというような声が来ておりまして、あ、うんうん、温かいミネラルウォーターの自販機があったら外出先でも粉ミルク溶かせるのにみたいな声というのは、うんうん、単にお湯が欲しいということではなくてですね、やっぱり皆さんが忙しくしてらっしゃる中で、子育ての時に、まあ、時短あるいは便利さというものを今までよりは違った形で求めておりますので、うんうん、まあ、そういったそのいわゆる社会の変化に伴うような新しい声が集まっているのが特徴なのかなというふうには思っています。あ、なるほど。 それだけでこうなんていうんだろう、社会の変化を把握する役ことにも役立つというか。そうですね、ちょっと先を見据えたような声が集まっているのかなとは思っています。でも確かに、でもその話で言うと僕も本当自販機でお湯とか売ってほしい側です。そうですね、作ればいいのにという気もしますけど、ね、そうですよね。僕あれなんですよ、ミュージシャンで歌を歌うじゃないですか。でやっぱりこうすごい冷たい水飲むとなんかちょっと体がこうキュッとこう締まっちゃうんで、はいはい、本番前とか、うん、常温だったら、むしろ僕は、まあ、普段は常温飲むんですけど、はい、ちょっとあったかかったらいいのになって確かに思うし、確かにその粉ミルクとか入れるのに考えたことなかったですね。外で お湯が手に入ったらみたいな。まあ、情報も物も溢れてる時代ではありますので、本当に画期的な新しいものというよりは、今おっしゃっていただいたようなちょっとした工夫が新しいイノベーションの価値を生み出すような時代になっていると思っております。でそのヒントがまさに不満の声一件一件の中に隠れてるんじゃないかなというような思いでビジネスさせていただいております。ね、いいですね、アプリみたいなので軽くやれるの。そうですね、はい、なんかあれですもんね、政治家とかに陳情しに行こうと思ったらそれこそ気合い入れなきゃいけないですもんね。そうですね、私どもが声が届く世の中を作りたいというような思いでビジネスをさせていただいておりまして、はいはい、やっぱりサイレントマジョリティですとか声なき声という概念自体を、うんうん、テクノロジーで打ち破っていきたいなというような思いでやらせていただいてます。あとはでもそうやってログが残るってことはものすごく少数な意見もちゃんと記録されるってことなんで、フェアな感じもしますけどね。あ、そうですね、やっぱりアンケートであの時どうでしたかって聞かれてしまってもなかなか答えられないもので、はいはいはい、我々日記的に日々声を集めておりますので、うんうん、振り返りにも使っていただけますし、何かあった時にすぐに活用いただけるみたいなスピード感もですね、ご期待いただいている部分としてはあるのかなと思います。加えておっしゃっていただいた、いわゆる公平さとか客観性みたいなところも、うんうん、非常に重要な時代になってきているのかなと思いますですね。思った時にメモれるとかね。そうですね、はい、帰ってきた時にあれ俺何に怒ってたんだっけって思った時とかありますもんね。そうですね、企業さんがやられるマーケティングの中でもやっぱりアンケートって今までたくさんやられてたんですけれども、うん、この商品の不満を教えてくださいっていう時にはもう忘れちゃってるような声がほとんどですので。そうですよね、解像度が高い声というのが求められる時代になってきてるのかなというふうに思いますですね。なるほどね、いやいいですね。それは アプリとかだったらそうか、あれなんですよね、そのアカウントに紐づいた声として記録されるってことですよね。つまりおっしゃる通りです。メールアドレスで の登録になります、はいはい、いわゆる個人住所とか氏名みたいなものが特定されることもございませんし、うん、なるほど、公表もされませんので安心して投稿いただければと思います、はい、そうですね、それはすごく僕いいことだと思うんですけど、もちろんただなんかあれかなと思って、その
そのアプリの声が大きくなってきた時に、はい、もう山ほどアカウント自分で取ってと多数決じゃないと思うんですけどね、またその同じ意見をわーって寄せるみたいなことがね、あのまあ、どういった活用するかということにもなるのかもしれませんけれども、うん、あの多くのですね、あのビジネスあるいはあの社会的な動きの中で、いわゆるあのスモールマスという言葉があの流行ってる、うんうん、まあ、いわゆるトレンドになってるのかなと思っておりまして、うんうん、いわゆるあのどういうご意見が多いのかというのは大体もう皆さん把握してらっしゃる、まあ、それこそ SNS を見ればわかるですとか、うんうん、あの身の回りで起きてるニュースを見ればわかるということですけれども、やっぱり少しのこう目のような兆しをですね、早く見つけて、それをこう育てながら、それをビジネスにしていくというようなあの戦略が求められる中においては、あのちょっとした気づきを早くこう、まあ、見ていただくという意味で、あのこういった不満のデータというのは意味があるんじゃないかなとは思っております。すごく興味があって、あの素朴な質問ですいませんけれども、どうやって思いついたんですか、これ、あ、このアプリ。やっぱりマーケティング自体がですね、あの、うん、いわゆるウォンツとかニーズ、要はこう欲しいとかこれが必要だという時代はもう一通り終わったのかなというような感じでございまして、うん、いわゆるあのペインですね、ここがこうだったらいいのに、こんなのが欲しいんだけどなという中に、うん、のマーケティングのヒントが隠れてるよねという大きなトレンドがあるかなと思いまして、うん、それであればもうそのペイン不満の声を集めてしまおうというところで、こういったサービスをやらせていただいております。へー、いやでもその発想の転換が僕は一番難しいことだと思うので、素晴らしいことだなと思いましたね。なんかね、ありがとうございます。この機能が各自治体とかであってもいいわけですもんね、簡単に言うとね。そうですね、あの市民の声を自然な形で集めるというのが、うん、まさに今求められている時代なのかなと思いますね。はいはいはい、ね、なんか市民掲示板みたいのアプリでできるんだったらね、これ行政とかにもものすごく役立つ機能かもしれないですよね。そうですね、はい、あのやっぱりあの、うん、企業でもそうだと思うんですが、いわゆるコンタクトセンター、コールセンターにかけてくださる方の声というのは非常に重要だと思うんですけれども、うんうん、はいはい、それはあのやっぱりあの氷山の一角一部だと思っておりまして、うん、やっぱり わざわざかけるほどでもないかとか、あるいはかけたら悪い気がするみたいな、そ、うんな、うん、中にあの新しい、まあ、あの機会というか、はい、あのチャンスが隠れていると思いますので、うん、やっぱりこう身近に声を聞くような仕組みみたいなものがあの必要になっていて、分かりやすいといいなというふうには思っております。確かに、でもコールセンターとか僕もかけたことあるんですけど、はい、あの不満をっていうかね、あのこれ修理するにはどうしたらいいかみたいなことをね、あの聞くためにかけたことがあるんですけど、人とやり取り煩わしいなって思うこともあったりとか、まあその怒らなきゃいけない局面とかもあったりするじゃないですか、異物が入ってたとかね、ああいうのもなんか個人的には伝えるのあんま得意じゃないので、電話とかでメールとかだといいなとか思ったりとかね。そうですね、受ける人も大変な仕事ですもんね、コールセンターの、ね、おっしゃる通りだと思います、うん、はい、そのまあそういったいわゆるあの直接来てるお声というのは、いわゆる顕在化した問題ですので、一件一件対応するということだと思うんですけれども、やはりあの日本人の特性化、いわゆるサイレントマジョリティということで、物言わず去っていく方々ってたくさんいらっしゃるんだと思うんですね。確かに。で、そこにあの大きなビジネスチャンスをまあ失ってる部分もあるんだろうなという思いでいきますと、その声にしっかり耳を傾けて、それをしっかりと改善し、で、それであのビジネスにするだけではなくて、しっかりとそれを生活者に還元して、より良い世界、生活を作っていくと、そんなサイクルができるといいなというふうには思っております。いいですね、いいサービスだと思います。願わくばなんか本当にこうマイノリティたちの声もね、ちゃんとすくい上げて、こうなんていうんですかね、何が平等かとかその公平かっていうのを考えるきっかけになるといいですよね、そういう不満の集積の中からね。そうですね、まあいろいろあの、まあ、性の問題、多様性の問題、いろいろ言われておりますけど、はい、やっぱりあの多様な声を聞く受け皿みたいなものが社会を変える、うん、まあ、きっかけ、インフラになるんじゃないかなと思いますので、そ そういった役割も担っていきたいなというふうに思います。ですよね、言えなかったことがここだったら打ち明けてもいいってなるかもしれませんもんね。そうですね、はい、うん、そっかそっか、ありがとうございます、すごくありがとうございます、面白かったです。なんかいやこういうこと しなきゃダメですねなんかその あれなんですけど、僕も割とこう声を上げる方にはすごく意識がいくけど、聞くっていうことがやっぱ下手だなって思ったりとかね、はいはい、ミュージシャンとかって音を聞かないと演奏できないんですよ本来は、うん、でもやっぱ、ね、こう演奏したいって気持ちだけでやっていくと仲間と合わなくなっていくんですよね、演奏がね
そういう意味でなんかそう聞くってことを考えさせられるアプリですね。そうですね、まあ、もしかするとそういういわゆる創作活動における、うん、まあ、ボイスドリブンというか、なんかこうユーザーとのつながり、リスナーとのつながりみたいなものも新しい形が出てきできたのかもしれないなと思います。確かに確かに。でもメンバーの悪口書いたりするのはしないようにしておきます、そのアプリで。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました、はい、ライブハップデート、今回は情報の新しいプラットフォーム不満買取センターを展開するインサイトテックの代表伊藤智弘さんにお話を伺いました。You're listening to J-Wave Innovation World Era Podcast.